ギミリオーは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。街の名は、ブルトン語のグミックに由来する。この名称は、ラテン語のビカスと、セイミリオーに由来するものである。1330年にはプロエミロ、そして1459年にはプロエミリオ、その後、プラウミリオとなり、1793年にはゴミリアン、1801年にギマリアオとなった。 ペンゼ川に架か,かる高架橋。1860年代近郊の村、プルネウールメネズから源を発するペンゼ川が、ギミリオの東側から流れ、32メートルの高さの、ある鉄道のパリ、ブレスト路線の高架橋がコミューンを横切る。この沿岸河川には、支流、ギミリオのすぐ下流を流れるコトゥールザックエイチ川がある。パリ。 ブレスト路線の高架橋は1865年に完成し、ギミリオーには停車する鉄道駅があったが、地元の納税者を犠牲にして、小駅が建設されたのは1900年であった。ギミリオー駅は現在も営業している。ギミリオー集落は標高120メートルのところにある。コミューンの南約9キロメートルのところには、アルモリカ地域圏自然公園がある。 サント・ブリジットの花崗岩は、ギミリオー・プルゴン・バンと呼ばれ、地質学的にはサキカンブリア時代の地類から算する。アレれン地はさらに南にあり、地高と一致する。コミューン庁舎ギミリオーへの人の定住は、ロック・エイチタルという岩によって証明されているように、旧石器時代に遡る。岩は、ギクランの領域にあるが、ギミリオーとの境界付近にある。鉄器時代に作られた。 地下帽も発見されている。ギミル料のケルアレ地区にある地下から、戦力岩で磨かれた石符と遺骨が1932年に発見された。この地下室は、砂室の業界岩を東西に掘り、3つの部屋から構成されていた。最も大きな部屋で、長さ3.5メートル、幅2メートル、高さ1.3メートルであった。第2の部屋は、長さ2.9メートル、 幅2メートル、高さ1.3メートルであった。第三の部屋は4メートルと3メートルであった。ウォルジウムからアベールブラクまで、プラウエン、ロクマリアベリ、ベリアンを経由して、ローマ街道が走っていた。ギミリオー教区は、レオン市教区の中にある、レオン女祭管区に属し、セイミリオーが守護聖人であった。また、教区には、ランポールギミリオーという小教区があった。 中世のギミリオーには3カ所のマノワールがあったことが証明されている。15世紀以降、ギミリオーは雨や麻を原料とする織物産業の中心であり、このためギミリオー一体は富を蓄えた。ブルレスケはギミリオーで最も有名な一族で骨の貿易で財をなし、富裕な農民であるジュロとなった。彼らはペンゼ川に6カ所の洗濯場、 そしてオリ木140台を一体に所有していた。エルベブルレスもオリ木と脱穀機を作り始めた。フロリアンドロワは16世紀後半に教会過去位が建設された理由の一つをこう説明する。競争相手の町から町へ自由が与えられていた。四半世紀の間、我々は泉、カルベール、教会の説教団、礼拝行進で用いる十字架といったもので死ぬまで、 争うことになった。同時期、サンテゴネックのファブリシアンとギミリオーのファブリシアンは、最初は外戦門、そして第2に150人もの人物が掘られた、ユグノー戦争の際に見られた騎兵とランツクネヒトが、全体に展開した、カルベールを受注した。直ちに、サンテゴネックは、ギミリオーが自分たちを超えられないように、 キリストと共に卓球にされた二人の強盗の十字画像を受注した。プレバンは記念碑のポーチとカルベールを最終的に奮発した。ギミリオーはその後、洗礼堂、パイプオルガンの外装ケース、我々が目にした説教団を望んだのである。素晴らしい。サンティゴネックはローマのサンピエトロ大聖堂にふさわしい説教団、そして、 モルレーの彫刻家レスパニョールの手による母碑を手に入れて、すかさず反撃した。孤立した産地の中にあるすべての教区が、ライバル意識を剥き出しにしたのである。シザンは外旋門を持ち、コマナは驚くべきポーチを持ち、また、ボディリスも叱りであった。カルベールと同様、教会内の彫像や絵画は、子供に対しては公共料理の、大人に対しては説教のため、 現代でいうところのバンドで死ねの役割を担っていた。エーデロルムはこう述べている。サンテゴネックのように、ギミリ王はカルネルの国の中心にある。どこにでも死者への信仰があり、さらに祖先への追憶が経験に保存され続けている。宗教的な建造物はすべて神の栄光とお技をた,たえており、建物はまず神の慈悲をうているのである。 それらは抜け落ちた記憶を呼び起こし、彼らは生きるための祈りを求め、そして人の命の儚さを示すのである。これが理由である。ギミリオの教会の周りでは、墓地、カルベール、納骨堂、死者のための礼拝堂が周囲を飾り立てている。ギミリオの聖なる外旋門を通って中に入れば、そこは神聖な過去位置であるという珍しい機能を持つ。死者の礼拝堂は、 外側に説教団がある。死者の日には多くの場合、説教団にて教区司祭が説教し、葬儀の場を介して忠実に礼拝行進を指揮するのである。1775年1月13日、主任司祭はこのように記している。教区内やランポールギミリを小教区内に居住する物乞いの人数は240人に増えた。割合では、 人口12人から13人のうち1人が物乞いで、ある。物乞いになる原因は、仕事がないからである。特に職人である夫が病気となったら、家族を養うための賃金が足りない。教区内にはびこって悩ませているのは、酔っ払いの存在である。1789年4月、レスネ版のセネシャルに当てて出された第三味分、陳情書に、義務量教区の代表が名を連ねた。 ケルバラネックにあって、エニシダに追われていた樹皮工場は1801年に国家資産として売却された。ジャンセベザンは1861年から1872年までギミリオの主任司祭を務めた。彼は、ホヌノの小取引と染色で富を蓄えた農民、ジュロについてこう記している。ギミリオの住民と隣接する教区の住民たちは、 本質的に誇り高い人々です。このため彼らは無知であり、彼らの無知さは他のものを自分たちの教会の聖職者以上のものを信じているのです。誇りと自尊心に加え、ほとんどの義リオ住民を特徴づけるのは貪欲であることと自分たちの教会とその聖職者に対しても浅ましく貪欲なことです。教区には 教会の管理人に一三チームすら与えない上、そのことを自ら賞賛する者がいるのです。彼らはさらに、成人に対して何も寄進しないよう他人に助言するのです。彼らはこう言います。政府から十分に資金をもらっているのだから、聖職者というものは自分たちより豊かなのだと。彼らは、教会が美しく飾り立てられると喜びますが、教会への貢献は拒否します。 聖職者が最も教会を使用しているのだから、これは聖職者の仕事なのだと言います。あなたはこれを信じられますか年2800フランから2000フランの収入が入る教区民が聖職者に募金として3枚のコインを渡すだけでも勇気を必要とするのです。復活最後の説教において募金をすることは少しも私に価値あることに思えなかったのでしょう。 私はすべてを私の女人司祭に託します。1930年代に描かれた国鉄のポスター。ギミリオー観光を干渉している1840年12の商業誌、それも牛と豚の売買に特化した市が毎年ギミリオーで開催されていた。そのうち3つの市は公式に認可されており、3月、7月、9月の第2水曜日に開催されていた。 その他の9つの市は、非公式で、古い昔から1月、2月、4月、6月、8月、9月、10月、12月の第3月曜日に開催され、モルレーの副市長によって非常に有用かつ重要と言及されていた。1878年、ブレスト商工会議所は、ロスコフに向かう鉄道のパリ、ブレスト路線をモルレーよりむしろ、 ギミリオに接続するよう依頼した。しかし、ほとんどの関係者や機関からは満足のいく助言はもらえなかった。それでも、ジュロットたちが建設を反対したにもかかわらず、ギミリオに鉄道の停留所を建設することが決定した。以下の手紙は、ギミリオの主任司祭、ルイケ・ロードランが1899年9月に書いたものである。ご存知のように、我が親愛なる友よ。 義未良に、停留所が作られるのです。ジュロメ。たとえ、満死であっても、私のように停留所のために悩まされ、嫌がらせを受けたでしょう。私がジュロたちの利己的な意図を知っていたからです。それでも私はこのことを彼に明かすつもりはないのです。おそらく義未良のジュロたちは、社会的なことなかり主義、保守主義を無双し、技術的な進歩が新たな理念を持ち込むことを恐れて、いたのだろう。 ミリオは長い間、染色業、馬の飼育や養蜂業が行われてきた。1849年に農業統計が発行され、そこには1836年から1846年にかけての生産について集約されていた。1831年当時の農業人口は1464人で、これはコミューンの総人口であった。 1836年における土地利用の内訳は次のようになっていた。農地864ヘクタール、荒地とヒースが75ヘクタール、森林及び雑木林と植林地23ヘクタール、草原22ヘクタールであった。コミューン内で5カ所の製粉所が稼働していた。ミリオの農家は小麦を273ヘクタール、オート麦を147ヘクタール、 大麦を130ヘクタール、ライ麦を4ヘクタール、蕎麦を69ヘクタール、アマを14ヘクタール、アサを3ヘクタール、26ヘクタールの野菜、クローバーを130ヘクタール、ジャガイモ43ヘクタール、ヨーロッパハリエニシダ71ヘクタールを栽培し、60ヘクタールの休耕地があった。七十二頭の馬、二十三頭の牛、百二十頭の豚、 18頭の羊、100羽の食肉用鶏、40羽の鶏、20羽のアヒル、そして144の蜂の巣を育てていた。ギミル王の戦死者記念碑には、73人のフランスに命を捧げた者の,の名が刻まれている。そのうち62人が第一次世界大戦、7人が第二次世界大戦、4人がアルジェリア戦争の戦死者である。 1944年7月、ギミリオの鉄道橋が連合国側によって空爆されている。戦後、ギミリオの農家は水耕栽培と課金や豚の飼育を営んでいる。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE20 世紀初頭まで人口増減は安定していたが、20世紀前半のに、 三の期間に人口が50%以上減少した。これは農村からの人口流出のためである。人口が最小になったのは1970年700人であった。しかし再び増加に転じて1975年から2008年までの間に人口が243人増加した。1975年以降、転入者が増加に転じて 1982年以降は自然に増加している。1999年から2008年までを相対的に見ると出生届数142人に対し死亡届数は76人であった。10年間で66人が自然増したことになる。ランディビジオとギミリオーは都市のラーバンコミュニティ減少を受けてベッドタウンに変貌している傾向がある。 1999年から2007年の間に住宅数は397件から457件と8年間で15%増加した。住環境は本質的に住宅地である。ありがとうございます。